皆様、こんにちは。ビザ JP カナダ移民コンサルタントの白石です。今日は、1月12日になりました。1月に入って新しいニュースが、先週からですね、新しいニュースが、ないのですが、昨日、エクスプレスエントリーの、ドローイングもありましたので、もうそういった情報も含めてですね、ちょっと今年の、移民局の動向や、こういうところが変わりそうだよというお話を、記事に、ブログの記事にしましたので、それを、ご紹介していきたいと思います。はい、まず、2023年、カナダ移民局の動向と移民受け入れの行方なんですけれども、まず動向としてはですね、一つ目、これはもう移民局が以前から盛んに言っているバックログというのは未処理の、申請ですね、移民局に溜まっちゃってる未処理の申請を、少なくしますよっていうのは、これは移民局がもう散々言ってるんですね。やります、やります、やってます、やってます、ほら、こんなにやったでしょうって言ってるんですけど、それを引き続き2023年もやりますよと、移民局は宣言しております。なので、そうですね、ちゃんと、予算も、もらっているので、スタッフを増員したりとか、あとは IT 化を進めたり、オンライン化ですね、を進めたりしてですね。で、どんどん溜まってる申請を処理していって、少なく、溜まってるものは少なくしますよ。イコール、つまりは、審査期間を、短くしていきますよ。ということが、一つ目です。で、それから二つ目の、移民受け入れ計画ですけれども、こちらは昨年11月に移民局が発表しました通り、2023年は2022年よりもたくさんの、移民を新永住者を受け入れますよというふうに宣言を移民局はしています。で、先週のこの時間にお話ししたように、2022年は、史上最高人数の、新永住者を受け入れましたが、もうそれを上回る数を2023年には予定していますということで、で、その、内訳の主なところがですね、メインのところが、エクスプレスエントリーと州ノミネーションプログラム、それから、カナダ人と結婚するというファミリークラスと、カナダ人移民の人の、両親、祖父母を呼びますよというファミリークラスね。この辺が、特に力を入れていくところですということです。皆さんにも特に関係あるところかなっていうところです。そして、ここ重要ですね。2023年の、永住権取得までの経路の、主な4つっていうのを、ここに挙げました。まず1つ目、これ1つ目に州ノミネーションプログラムが来ます。これは珍しいというか、この過去20年では、普通はですね、この州のプログラムは、そのトップに来なかったんですけど、去年からですね、今年も2023年も、この州ノミネーションプログラムというのはトップに来ます。これは一番、ここ見ていただいても分かるように、一番受け入れ予定人数が多いところですね。で、2023年には、この州のプログラムで永住権を取得する人がエクスプレスエントリーよりも多くなる。という予想をしています。予想というのは、もう政府が予想しています。州ノミネーションプログラムっていうのは、国のプログラムで、国が欲しいと思っている人とはまた、別にですね、その各州が、うちの州はこんな人も欲しいんだよという、そういう人にターゲットを、より絞ってですね、永住権を、申請して取得してもらいましょうという、そういうプログラムなんですね。なので、自分が仕事をする、州の、政府の方のウェブサイトを見ていただくと、どんな申請条件になっているかというのが、それぞれ州によって違っています。
で、それから、もちろん、2つ目の、主な経路の2つ目は、エクスプレスエントリーです。で、エクスプレスエントリーはこちらですね。2023年には、ターゲットドローイングっていうのを導入するというふうに予想されていますよということで、これについて次のもう一つの記事で、説明していこうと思いますが、こういう、特定の職種に的を絞った抽選って書いてありますが、ドローイングですね。ドローイングというのは ITA を発揮するという意味ですけども、これを、開始するので、こちらも注目の、経路の一つです。それから、両親や祖父母を呼び寄せるというこちらのプログラムが、今、ここ数年ですね、なかなか、うまいこと回ってないというか、あんまりたくさんの人を呼び寄せられていない、すぐいっぱいになっちゃうというかね、希望者に対し、申請希望者に対して、受け入れられる人数が少なくて、すぐ、いっぱいになっちゃうよ。もう、すぐ、その枠が、いっぱいになって、もう申請受付を終了しちゃいますよというような状況だったんですが、これを、なんとか、もうちょっと、うまい具合にというか、もうちょっと効率のいいやり方に変えていくのではないだろうかというふうに予想されていますが、ただし、詳しい、やり方というのはまだ、発表になっていません。これはちょっと今後の発表に期待というところです。そして留学生ですね。留学生は、これはもう留学生が、の働ける時間を増やしますよというニュースがですね、こちらの、関連ニュースのところでも、発表しましたけれども、こういったニュースが出ているように、留学生にももっと、働ける時間を増やすとか、今後、留学生に対して優遇措置が、出てきて、留学生を、カナダの国は取り入れながら、留学生が、住権を、その先に取っていけるような、経路というのを作っていこうということで、留学生っていうのも、住権の経路のうちの一つとして重要とされています。ということで、こういった、動きがありますので、2023年、たくさんの方が永住権を取れる予定です。2023年の永住権取得に期待をしましょうという、そういう記事でございます。はい、そして、エクスプレスエントリーのところについてもうちょっと深掘りしてお話をしていきましょうというのがそのもう一つの記事です。今年のエクスプレスエントリーどうなるということなんですが、昨日の、エクスプレスエントリー、ITA の、発給ですね。エクスプレスエントリーの ITA の発給がどんな感じだったか。というと、これ昨日のですね、1月11日の、エクスプレスエントリーは5,500人に、ITA を発給しまして、ITA がもらえた人の一番点数低かった人が1,200点満点の507点でした。ということですね。で、これはなんと7週間ぶりだったんですね。去年は11月の最後の週かな、23日が、最終のドローイングだったので、それ以来7週間ぶりだったので、7週間の間、ずっと、一人にも ITA を発給してなかったということで、ちょっとこの、ボトムが、ね、最低点が高くなってしまいましたが、でも、ここ数年の間で一番多い5,500通の ITA を、昨日は発給しましたので、今後もこの調子でたくさんの ITA を発給していくのであれば、これはまた再びですね、だん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 下がっていく、点数が下がっていくのではないかというふうには予想ができます。で、ということで、今年に入って初めてのエクスプレスエントリーの、ITA 発給は昨日でした。で、今後なんですけれども、ターゲット ITA ドローイングというのが、始まります。で、これは、春頃から始まりますということが、そこまでは決まっています。で、
一番皆さんの興味がある、その IT を受け取るターゲットはどんな人になるかというところなんですけれども、移民局の方ははっきりと、こういう職種の人とか、こういう人っていう、はっきりとした発表は一切今のところはしていないのですが、今までの、移民局の、いろんなところでの発言とか、今移民大臣の発言とか発表とかをこう組み合わせてトータルで考えるとですね、もちろんこれは、このターゲットというのは人手不足の、職種に、絞って、ターゲットを絞って行うはず。なんですね。で、人手不足というと、一番深刻な分野がですね、医療の分野なんですね。なので、医療分野のをターゲットとした、ITA のドローイングというのは必ずやられるのではないかというふうに予想されています。そして、それだけではなくて、他にもですね、人手不足が、悩んでいる業界とか、職種などは、今後ターゲットになっていくというふうには、考えられます。そして、それから、政府の方が、時々いろんなところで発言しているように、カナダの学校を卒業した人というのも、ターゲットにしていく可能性が高いと。それから、フランス語ができる人というのもターゲットにしていく可能性が高いというふうに、予想ができます。この詳細はですね、そんなにまだ全然発表になってないのでわからないんですけど、例えばカナダの学校っていうのも私立も含まれるのか、公立だけなのかとか、カレッジも含まれるのか、大学以上なのかとか、そういったことはまだ発表になっていないのでわからないですけども、カナダの学校を卒業した人は、ターゲットになっていくんじゃないか。あと、フランス語力も、この高い、フランス語の高いっていうのは、じゃあ、どれぐらいのレベルかっていうのも、はっきりと、発表になってないのでわからないですが、英語だけできる人よりも、英語とフランス語と両方ができる人の方が、チャンスがあるよということと、同じ言語レベルだったら、おそらく英語の、例えば CLB、7よりもフランス語の CLB7 の方がターゲットになるとか、そういったことが予想されます。で、なぜそんなことするのかっていうとですね、やっぱり何しろ、この深刻な労働力不足を、これを、移民で解消しようよというふうにカナダの政府が考えているからというのが大きな理由です。で、こちらのエクスプレスエントリーはどんなふうに機能しているのかという、現在どういうふうにやってるかということの説明が、さらっとここに書いてあるんですけども、現在は、その自分のプロフィールの点数が高い方の人から順番に、もう自動的に高い方から、今回、例えば昨日は高い方から5,500人が ITA を受け取りましたという、ことなんですけども、このターゲットドローイングというのが始まると、高い人よりも、そのスコアが低くても、例えば低くても医療系の、職種の人が選ばれるよとか、点数が低くても、カナダの学校を卒業している人の方が先に ITA が来るよとか、そういうことになってくるのではないかというところが、この ITA ドローイングの導入になります。で、お客様からお問い合わせが私の方もいろいろあって、時々あって、で、その中で心配だなっておっしゃってるお客様の中には、こういうターゲットドローイングが始まると、普通のそのターゲットじゃない職種の人は一切もう選ばれなくなるんでしょうかというふうに、不安に思ってらっしゃる方が、時々いらっしゃるようなんですが、それはないと思います。今までの普通の従来の、ドローイングもありつつ、時々このターゲットドローイングが混ざるという感じに、なっていくのではないかと予想をしております。
はい、ということで、今後も詳しいニュースが出ましたら、また弊社のウェブサイトの方で発表をしていきますので、今のところはこんな感じになりそうだなという、予想ですね。予想ですけども、私の予想は前から言うんですが、私の予想は意外と結構当たるんです。なので、いろんなところのね、動向とかを読んでいるし、いろんな人の話も聞いてるので、結構当たりますので、多分こんな風に今年はなっていくんだろうなという、ところです。いろんな記事をちゃんと元にして、お話をしております。ということで、はい。今週はニュースがなかったので、今年の、動向の予想というのを、の記事を紹介させていただきました。また来週木曜日、同じ時間に、ニュースがあればニュースをなければまた、もうちょっと面白い記事の方を紹介させていただこうと思います。ではまた来週お会いしましょう。